どうもカマです。ラフト実況パート17やっていきましょう。前回こちらのバルナを攻略しました。はい、ここを守っていたボスなのかなこれね。ライノサメ。ライノサメをですね、倒しまして、こんな感じにですね、剥製っぽい感じにね、しましたと。取ったどうということですね。でですね、次の無線の周波数もゲットしました。テンペランス。なので、次はここに行こうかとも思ったんですが、前回最後に言いましたけれども、まあ、いろいろね、手に入れたんですよ。設計図を。風力発電機とかね。で、これをね、ただ作るにはチタンのインゴットが必要なのですが、今ないので、今回はですね、チタンのインゴットを探しに行きましょう。具体的には、大きな島ですね。大きな島に行って、金属探知機でチタンのインゴットを掘り起こすということを、やっていきたいと思います。それをやってね、いろいろ最新の設備をですね、このイカダに導入していきたいなと思います。ということで、今回は資源探しの旅です。やっていきましょう。これコメントに書いてあったんですけれども、マップで緑の点、これが大きな島らしいんですよ。なのでここを目指していきましょう。近いのは左側かな。1146m、はい、そちらに向かって進んでいきましょうか。エンジン起動、いくよ、出航。あ、サメが復活してるじゃないか。まあ、生きとったんか。前回はね、ずっとあのバルナのさ、なんかビルの壁の中にめり込んで全然出てこれなくて超平和だったんだけど。そうか、多分データをロードしたら復活した感じっすね、きっと。またお前との腐れ縁が続くのか。めんどくせえな。ちなみに釣りをしてたらこんなの見つけました。これ可愛くない？なんだっけな、なんとかダッシュだって。釣り糸に引っかかってきた。はーい、来ましたね。あれか、そんなでかくもない気もすっけどね。高さはないけど奥行きがあるのかな。とりあえず上陸します。よいしょ。さあ早速差が、いやー、クマいるのか。はい、来た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 。はい、はいよー。はい、お前にはもう慣れてるんだよ、こっちとら。あんまり距離取りすぎるとね、飛びかかってくるから。はい、はいよいよ、ゴローン。お腹見せて可愛らしいわね。あ、そうだ、蜂がいると嬉しいよね。なんだっけ、あれだ、蜂の巣、ん、蜂蜜の巣箱が作れるんだよね。はい、金属探知機。ちょっとまだ遠い、もっとこっちか。ここだ。よいしょ。はいはい、できたできた。さあ、チタンありますよー。に、ゲット。ん、ない、外れー。次ー、はい、ここ。はいはい、あ、音楽が聞こえてくる。これはまた無人販売機があるな。チタンお願いします。ない、無人販売機。ガラクタなんとか使って買い物できるよね。あ、ガラクタキューブ、これ。はい、じゃあこれ持っていこう。おー、びっくりした、めっちゃ焦った。今リアルで体ピクンってなった。ちょっと急に出てくんなよ、びっくりするから。はい、よし。あー、焦る。はい、ありました。クマはいない。あ、ハチがいる。やったねー。クマいねえな、大丈夫だな。よし、オープン。簡素な釣り餌、ガラクタキューブ1個で買える。いいんじゃない。チリ、あー、これガラクタコインが必要。レシピ、ナマズデラックス、早く走れるようになる、だって。あー、でもこれもガラクタコイン必要だな。ガラクタコインの手に入れ方がちょっとよくいまいちわからない。まあいいや、とりあえず最初、じゃあ、最初のステップとしてね、ファーストステップ、簡素な釣り餌を買いましょう。はい、1回買うと4とね。もう1個買っとく、2個ぐらい買っときゃまあいいかな。これ TIH 全然上がっていかないけど、もっと買わなきゃいけない。
はい、全然上がんねえなこれ。売んなきゃダメなんか。でも売るにも売れないもんね。これが簡素な釣り餌を使うと売れるのかもしれないな。うん、はい、8383、よし、はい、ゲット。8リピン、もう1回、はい、よっしゃ、ゲット。いいよ。で、蜂の巣を持って帰る。これはね、バイオ燃料の元になるから。おっと、またアンテナがあるな。これもあれか、ブルーノが建てたりしたのかね。なんかね、バルナポイントで話があったよね。ブルーノがやってきてアンテナを建てて、アストリッドの名前をね呼んだみたいな。探してるんだね。ここはもうない。金属探知機反応がござんせんね。じゃあ次行くか。よし、じゃあ早速釣りやってみるかね。餌を選択、これですね、今ゲットした。はい、よっ、何が釣れるんだ。はい、これでね、店で売れる魚とか釣れたら嬉しいんだけどな。ガラクタコイン手に入るかもしれないよね。はい、網かじりだって。あ、いいんじゃない、これは売れるでしょきっと。ない、トガリゴイ、お、知らねえのばっかり。これは食べるのもったいないね。いや、食べたら食べたらなんか特殊効果とかあるのかな。光エビ、実際に現実にもいそうだな。なんか大物じゃないかな。最終的には俺サメ釣りたいんだけどね。うん、網かじりばっかだな。じゃあラスト1回、はい、光エビ終了。まあまだ餌はあるけどね、一旦ここまでにしましょう。これじゃあ次の無人販売機来たら売ってみようか。で、あとは蜂入り瓶がいっぱい手に入ったので、作りましょう。蜂の巣って思ったら粘土がねえのか俺。粘土がないと作れないじゃん。粘土は多分全部ね、俺料理用の皿にしちゃったんだよね。おお、2つ目の島はでかい。そしていました、いました、害悪の鳥、害鳥。危ない危ない、うわ、早速来やがった、許すまじ。他にもなんかいそうだけどな。熊と鳥はやめてほしい。ん、なんで今なんか声がしたな。何、なんかいるぞ。あ、イノシシか。こっちは鳥来ねえのかな。危な、鳥も来るじゃん。よし、どうした。あー、鳥おる鳥おる。お、ナイス、ほら、よっしゃ、いいぞ。今のよかったね、ちょうど近くに来てくれるとほんと最高。またアンテナあるね、同じような作りだな。あっちが多分来るぞ。よっしゃ、当たった。お、よっしゃ、やったったぜ。あ、こっちみんな。こっちみんな、こっちみんな。よ、よーしよしよし、瞳孔開いてるよ。はい、羽がいっぱい手に入る。あ、嬉しいね、羽は嬉しいわ。はい、スクリーチャーのお頭、よし、これで安心してチタン探せるね。はい、近い近い近い、どこだ、ここ、こんなところに。毎回なんか岩なんだけど、岩大丈夫ですか。お、なんか箱出てきたけど、お、これは期待大。オープン、やったー、チタンの鉱石、やったー、嬉しい。ここ、オープン。んー、なし、残念。とりあえず店でさっき取ったさ、魚売ろうぜ。光エビ、はいはい、あ、やった、ガラクタコインだ。あ、で、評判も手に入る。なるほどね。はい、網かじり、おー、いいですね。お、70なった。まだでもこんなもんか。オッケー、じゃあまた、あ、待って、ガラクタコイン手に入ったから、エアホーン、フレンドを鬱陶しがらせる音が出る。あー、音か。ワードローブ、服の色が変えられる。うーん、魅力。コンパス、大体北を指します。あー、微妙な気もする。
ターメリックとか、これはレシピがないとわかんないもんね。じゃあやっぱりこのレシピだな。何がいいかな。ナマズデラックスで速く走れるようになるか、レッドビートショットでハートが追加される。あー、最大体力増えるんだ。サーモンサラダ、肺の容量増加。あ、長く海に潜ってられる。スパイシーパインベリー、泳ぎが速くなる。すごい。サーモンサラダかな。肺の容量増加、ほんと嬉しい。はい。と、スパイシーパインベリーですね。泳ぎが速くなる。この2つはほんとありがたいよ。あとは粘土をこうやって取っていきますと。サーモンサラダ、レシピ。フルーツ、サーモン。あ、出た。なんかあの、銀の海藻。あ、そしてあれ、ターメリックか。ターメリック使うのか。もう一個。スパイシーパインベリー。パイン、イチゴ。唐辛子ね。なるほどね。全部やっぱりお店で買う食材が必要なんだよな。あとは蜂の巣作ろうか。ミツバチの世話をすれば、蜂蜜が手に入ります。世話をすれば。もう一回、とりあえず作ろう。3階に作るか。こういうとこ、どこ、あ、下に置く感じ。あー、じゃあここらへん。はーい。世話をすればってどういうこと。そのまま待ってればいいのかな。はい、じゃあちょっとこれ楽しみに待っておきましょう。すげえ忘れそう。 OK。 はい、3つ目の島に到着。さて、ここにはチタンがあるでしょうか。どこだ。ここだ。ここにございます。動物がいないのがちょっと怖いな。どっかが急に出てこない。オープン。やったー、チタンの鉱石。嬉しい、激嬉しい。おー、なんだ。人がいた後ですね。しかもなんか作業してたっぽいな。なんかいろんなタイプの島があるね。面白い。よし、真ん中のこの照準に合わせれば意外と遠くても行けたりしますよね、これね。 OK。 10匹のハチ捕まえたって。実績解除。ここめちゃくちゃハチが多い。すごい助かる、超助かる。よし、チタンお願いします。オープン。やったー、チタンの鉱石もあったね、ゲット。今回この島当たりだぞ。せっかくだからガラクタキューブ作ったんで買いましょう。チリ2つ、ターメリックも、2つ買いました。はい、これでいつでも酸素最大量が増える料理と泳ぎが速くなる料理作れます。やっと集めたチタンのインゴットが合計9個。これでなんか作れないか。個人的には俺これ作りたいんだよな。風力発電機。風力を使ってバッテリーの充電ができる。とりあえず作ってみっか。はい、ここらへん、この辺りにこう作ってみる。おお、でかい。でん、おお、ん、なんだこれ。え、あ、バッテリーを充電する。いや、もうそのまんまか。バッテリーの充電ができるって、あ、そういうことね。なるほど。じゃあこういう空っぽなりそうなバッテリーをここに。はい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 。おー、なるほど。回ってから一応発電はしてるのかな、これ。あ、さっき赤かったのに黄色になった。わあ、充電されてる。これ、あれかな、イカダが移動してればその分早く充電できたりするのかな。いやー、いいね、これは確かに便利。ってことは他のグリルとか洗浄機、電気のやつ、これもこれバッテリーなのかな。そうだね、風力発電から直接いけると思ったけども、それはできなさそう。あと、そういえば蜂の巣どうなった。蜂の巣、蜂の巣、お、全くなんもないけど。あれこれどうすればいいんだろう。まだ時間かかる。あ、もしかしてこれ、花が必要。花を植えないとダメだったりしますか、もしかして。
花、花。だって、蜂蜜ってそうだよね。花の蜜だもんな。とりあえず手元にあった花を。ん？これ植えれないんだっけ？黄色い粉。あ、粉じゃダメだ。この島に花なかった気がするな。また、高い島だな。ここに花あるかな？微妙？まあ、チタンはありそうだから行ってみよう。そして、また鳥がいるな。白い粉。粉じゃないんだよな。あ、でも種も取れたね。よしよし。いいじゃん。はい。当たった。ゴー！倒した。よし！やってやった。落ちていく、落ちていく。落ちないでえ、どこ？ここ、ちょっと待って。すごいとこにあるけど。あったあったあったよし、はい、やった、チタンの鉱石、やった、苦労した甲斐があったよし、種植えるぞ。はい、カラフルにしましょう。これでしばらく育てば多分ミツバチも出てきてくれんじゃねえのかな。チタン残り6個、6個だと十分に作れないんだよね。俺今度やりたいのが、なんだろうな、水タンク&電気洗浄機、これやりたい気もするんで、これ多分水を、海水を真水に変えてくれると思うんだよね。あ、じゃあ先にこっちかな。電気グリル、これ作ろうか。あ、待って、ちょ、嘘、お前花の種も食うのか。待ってこら、嘘でしょ。ちょっとかかし立てとくか、ここに。はい、あー、ちょっと忙しいな。どこ？つうわけで、電気グリル。一度にたくさんの食材を調理できる。うん。燃料として電気を使用する。はい。ここに置こうか。はい。こんな感じで、鍋、ジューサー、電気グリル。お。はい。くそ。電気グリルにバッテリーを置く。肉焼いてみようか。何個焼けるんだ？ 1、2、3、4、5、6。すげえ、一度に6個も焼けんの。素晴らしいね。バッテリーもね、風力発電で充電できるしな。あ、ここつなげました。いやー、素晴らしい。快適になってきたね、本当に。で、あとは、電気洗浄機と水タンクかな。メインどころはチタンのインゴットがあと7個必要だから、これは次回かな。ミツバチはどうなった？ダメか、まだ。これ違うのかな？なんか俺そういうことだと思ってんだけど。咲いたよね？うん。もうちょっと近くにやってみるか？あ、すごい！あっという間に蜂が。あ、これでいいんだ。なるほどね。こんだけ近くなきゃダメなんだ。ちなみに全然関係ないけど、これ椎茸に見えない。じゃあこれで、しばらく経ったら蜂蜜取れるんだね。はい、今回はですね、風力発電を作り、そしてこちら電気グリルですね。おー、焼き上がってる、いいね。作りましたと。やはり電気の力は偉大だ。さあ、次回はですね、ここ行きましょうか。テンペランス。はい、次なるストーリーを進めるために次なる場所へ、行ってみたいと思います。まあ、途中でチタンが手に入ったら、水タンクとかね、電気洗浄機も作っていきましょう。はい、ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。